皆さんこんばんは、上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日は昨日に引き続き水泳についてお話ししたいと思っています。2日目の研修というかレッスンを受けてきました。昨日お話ししたんですけども、僕はですね、5メートルで足がついてしまう金槌で35歳にしてですね、全く泳げないと。でそんな僕がですね、この2日間、3時間かける2日間、水泳のレッスンを受けてきましたと。でちょっと特殊なのは、最初にねウェットスーツとかベストを着たり、でシュノーケリングのね、息ができる状態、マスクつけてね、息ができる状態で、あとフィンもつけてね、プールで練習するっていう、そこから始めてだんだん道具を外して泳げるようになっていきましょうみたいなアプローチで、ちょっとレッスンを受けてきたんですけども、実際ねすごいなと思いましたね。結論から言うと、今回の6時間でたどり着いたのは、背中向きで浮きながらバタ足をすると、いわゆる口だけ出して背中の状態で浮いてバタ足をすると。それはクロールの時の息継ぎを学ぶためのステップとして、これをやっておくともうあと楽だよってことで、背中向きに浮いてバタバタして進むというところまで行きました。その時に道具としてつけてたのはウェットスーツではないんだけども、ウェットスーツのベスト版みたいな、ちょっとしたウェットスーツとフィンって感じですね。マスクとフィンとウェットスーツのベスト版みたいなのを着てるって感じですね。その状態で背中向き、背泳ぎのというかね、背中向きの状態でバタバタして、プールの横向きにね、短い距離の方をこう渡るっていうのをやるところまでで終わっちゃいました。その後ね、いよいよクロールみたいなところに行く手前で終わっちゃったんで、第3回目4回目っていう、あと2回ほど、受けさせていただくことになりましたけども、この道具を外していくと、もともと言っていたね、その金槌浮かない、沈んじゃうっていう問題にまた直面するようになったと。結局やっぱ道具外した時にどんどん沈んでしまう、技術でねどうにか浮いていかないといけない、なんだろう、脂肪が少ないっていうのと、なんか体型的にもどうしてもこう沈んじゃうらしいんですね。男の人は特に多いらしいんですけども、筋肉量とかがねあったりとか、脂肪が少ないとかっていう理由で沈みやすいところがあるんだと。でそれをね、もちろん運動神経がいい人たちなんかっていうのは技術でね、浮くような形の体の使い方をして浮くことができるんだと。だから力を抜くから浮くわけじゃないんだっていうことですね。これポイントは、浮くような、なんていうかな、体の使い方をする、バランスを取ることで浮いているんだと。ああいう人たちは何も、力を抜いてるから浮いてるんじゃないということを言われました。これはね結構目から鱗で、僕はだから体の使い方がわからないから、ただでさえ沈みやすいのにそのまま沈んでいるという、状況にあると。でそれをねロジカルに一つずつ、背中のがこうだよとか、顔の、向け方がこうだよとかっていうのを、かなりね細分化して指導していただいてたので、だんだんその浮いてくるというか、まだ道具を使ってますけども、その道具を使いながらであれば、ね、背中向きに仰向けになって、バタバタしながら泳げるというか、プールの横側を往復じゃないな、片道行けるような感じになってきたと。あとはだからフィンを外したり、ウェットスーツのベストみたいなのを脱いでとか、マスク外すのか分かんないけど、最後マスクも外してってすれば、本当に水着一つで泳げるっていうところまで行くのかなという感じですね。で実際行けるかっていうと分かんないけども、その指導方法としてはすごくね画期的というか、今までの僕がね経験してきた水泳教育、まず力抜いて浮きましょうと、浮けるようになったらじゃあ今度プールサイド持って足バタバタさせましょうみたいな、じゃあもうクロールやってみましょうとか、また足やってみましょうみたいな感じのスパルタ教育みたいなね感じとは全然違ってですね、本当に小さなステップを積み重ねていく、だんだん難しくしていくというかね、だんだん装備を外していくっていうやり方はすごい効果的だなと思ったんですね。で、これは水泳の話なんですけども、意外といろんなねことにも通ずるなと思っていて、何かスキルを学ぶときにやっぱりいろんな補助輪みたいなのをつけて最初はやってみて、だんだんその補助輪を外して、だんだん一人でできるようになって、で一人でできるようになってきたらだんだん難しい技を学んでいくみたいなやり方っていうのが、やっぱり一番なんていうのかな、負荷もかからずにと言ったらですけども、適切な負荷をかけながら進化していく、成長していくみたいなところなのかなというふうに思いました。
なんでしょうね、動画を作りますという時にいきなりテクニカルなことをやるんじゃなくて、すごく簡単なところからやってみるとかね、だからなんだろう、音楽作るにしても、あの Apple のね PC とか iPhone とかに最初から入ってるねガレージバンドとかでね作ってみる、ガレージバンドっていうソフトがあるんですけども、そういうので作曲してみるみたいな、なんかブロックをねこう継ぎはぎするだけで曲が作れるみたいなね、そういうところから始めてだんだん難しい方に行くみたいな、複雑なことをやっていくっていうやり方ってありだなというふうに思いましたね。まあ、できる人って言ったらあれだけども、そのはいきなり楽器を持っていきなりオリジナルの曲を作ってってできる人もいるけど、なんかそれってやっぱこうセンスっていうか、合ってる合ってないっていうのはあると思っていて、それができる人はすればいいし、それができない人は難しいんだろうなってこと、僕で言うとその水泳がそれに当てはまるというか、できる人からすればそんななんか適当にやってたら泳げるようになるんだと思うんですけども、できない自分からするとやっぱり5メートルで沈み続けてしまうので、まずは道具に頼って、まずは泳いだような感覚を道具を使って体験しながら、だんだん道具を減らして気づいたら自分の身一つで泳げるようになったみたいな感じで、スキルの獲得にもね通ずるところがあるんだろうなというふうに思いました。で、知識にしてもそうかなと思いますね。やっぱ本を読むのにいきなり難しい本を、にらめっこしてですね、全然読み進まない、1日1ページ2ページ頑張って3ページ読んだけども、次の日になったらその3ページ全部忘れて、もう1回戻ってもう1回3ページ読んだら終わっちゃって、永遠に1から3ページを読み続けてるみたいな状況が続くよりも、最初は入門書を読んでとかです、入門書をね何冊か読んで全体像総論みたいなところをさらってから読んでいくみたいな感じで、だんだんステップを上げていくと、まあ負荷がねちょうどいい負荷で進んでいくんだろうなというふうに思ったりしますね。もちろんこれも賛否あるのかなと、にらめっこしてね、そのすごい難しいことをずっと1から3ページを、やり続けてずっと進まなかったのに、ある日ポンと進むみたいなこともあるかもしれないから、一概にね、どっちがいいっていうのは言えないのかもしれないけども、まあ短期的にある程度のラインまで行くっていう時には、低いハードルをちょっとずつ超えていくっていうのがすごい効果的なんだろうなってことを水泳という体験を通じてね、思いました。あのオリンピック選手目指すとか、もうそのアスリートになって何かやらないといけないことってそんなに多くないと思うんですよ。そんなに多くないと思うんですよ。多くのことっていうのはまあ人並み以上にできればまあいいでしょうっていう、まあ平均的なレベルまでできればいいでしょうってことの方が多いと思うんですね、生きていく上で。これで勝負しますってこと以外は別に人よりできる必要ってないから、そういうものっていうのはやっぱり効率的に、合理的に、学んでいくってことが大事なんだなと思った時に、小さな階段ステップをね設定してちょっとずつ、やっていくっていうのはとても大事なことなんだろうなということを、この水泳研修、まだ延長になりましたので途中ということになりますけども、この水泳研修を通じてね感じたところでございます。まあ、本来の目的はもっと別のところにあって、この先にですね、ちょっとしたプロジェクトが進んでいくためにですね、身をもって体験しているというような段階ではあるんですけども、まあ、そっちの方はですね、あんま言えないことなので言えませんけども、まあ、一個人が水泳を体験したという意味でですね、結果というか感じたことを、感想をね、ご報告させていただいた次第でございます。泳げない方はですね、ぜひ僕に言っていただけたらご紹介しますので言ってください。一緒に泳げるようになりましょう。というか一緒に泳げるようになったらですね、あのぜひあの一緒に沖縄とかでですね、スノーケリングとかしたいなあと思ってますんで、秘密結社の活動とかでもですね、ぜひそういうのも、そういう体験型のプロジェクトというかイベントみたいなものもですねやっていきたいなというふうに思ってますんで、まあ、僕が今後水とどう付き合っていくのかっていうのはこの残りの水泳研修次第のところはありますが、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。またお会いしましょう。さようなら。